ました。29人。撮影お疲れ様です。ありがとうございます。こんばんは、のみでーす。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。お、もう242人。じゃあ、集まりましたかな。聞こえてますか、声とか。こんばんは。じゃあそろそろもう300人もいるということで、おお、どんどん増えて、ありがとうございます。じゃあ始まります。ワンファイブファーストライブ一期一会アット渋谷クラブクワトロリリース記念4日連続ソロ配信で、今日は3日目グミでーす。よろしくお願いします今日はね、3日目で、1日目はかのちゃん、2日目はすよちゃんで、私なんですけど。おー、皆さんありがとうございます。400人。そうなんです、前髪。かな。今日はね、今日はこの映像作品のリリース記念の、今日はリリース記念のちょっと喋れるか不安なんですけど、頑張りたいと思います。夏休みの近況報告。なんだろうな、でも夏休みはこの撮影とか、あとはワンファイブの活動とかで結構忙しくしてたので、遊び行ったかしら。幼なじみが留学してて、で夏休みだから帰ってきてたんですけど、会いました。でもお仕事があって1回しか会えなかったんですけど、1回遊んで、電波悪い？なんか電波悪いみたい。大丈夫かな。で、幼なじみと遊んで、あとはもうそよとご飯食べたぐらいですね。今どうなんでしょう、電波良くなりました？餃子だけじゃなくて、結構いろんなテイクアウトとかもしたし、一回そよと美味しいご飯を食べに行きたかったんですけど、途中でお腹空いて2人ともちょっと元気なくなっちゃったので、餃子じゃなくてピザを食べました、そよと。普通にチェーン店の。あとはそう、ドラマをね、ドラマを撮影しているんですけど、ちょっとドラマのね、休憩時間とかの話もしたいなと思うんですけど、まずチャムジャムのメンバーはめっちゃみんな仲良くて、まずリホちゃん、リホちゃんは私レイ読んでるんですけど、その中でも一番好きなぐらいの、もう好きなモデルさんだったんで、共演できると思って本当に嬉しくて、で今はもう、すごい仲良くさせてもらってるんですけど、させてもらってて、なんかリホちゃんは、今23歳なんですけど、それを年の差を感じさせないぐらいの、なんかすごいフレンドリーに接してくれるので好きです、リホちゃん。で姫ちゃんは本当に私がもうアミューズ入った時からいらっしゃる先輩の。でその昔から仲良くしてもらってるんですけど、姫ちゃんは、マイナは結構控えめな性格なんですけど、姫ちゃんは結構
楽しい感じの性格の子なので、一緒にいて本当に楽しいです。はい、姫ちゃん、そうです、姫ちゃんの方が先輩です。もう昔からずっと知り合いですね。はい。でみゆちゃんはその決まった時は会ったこと、ちゃんと話したことはなくて、たまに寮で会うかなぐらいの子だったんですけど、もう2日目ぐらいからもう仲良くなるぐらい、そのコミュニケーション能力が高くてもう今仲良しで一緒にね、撮影現場に行ったりとかしてますね。あと松村さん、松村さんめっちゃ可愛いんですよ、すごく。初めて会った時にたまたま隣に座ってたんですけど、本当に可愛くて、本当に可愛くて、私もうずっとこうやって他の人が話しててもずっと松村さんのこと見ちゃって、はい、すごく可愛いし、私たちにもすごい優しくしてくださるので、はい、好きですね好きですねとか言った、恥ずかしいわ。はいはい、そうですね、どうしようかな、あとじゃあちょっとコメント、松村さんも可愛い子好きだって言ってた、一緒だ、私も可愛い子好きですあとは何しただろう、あとは受験のための勉強とか、あとはまあ用意しなきゃいけないものとかあるじゃないですか、それに撮影の合間とか夜とかに追われています。はいはい、ドラマの役どころ、私は優香ちゃんという役なんですけど、はい、私は優香ちゃんという役なんですけど、元気な子で、すごく元気な子で、たまに空気は読めないけど、でも結構なんて言うんでしょう、言葉が出てこないんですけど、恨めないっていうか、そう恨めない、その空気の読めなさっていうか、でもとにかく元気で、いい意味でそのチャムジャムとかの中をかき乱すような、そんなキャラクターです。はい、そう、憎めないって言った今。はい、そうなんです、一番年下の役なんですよ。14歳の子がいるんですけど、私は17歳で一番年下の役をやっています。はい、じゃあね、待ってください。すいません。ちょっとコメント遅れてて一人で滑ってるみたいになってる。そう、カノがサングラスかけてて、私もかけたくて持ってきました。たまたま弟が持ってたので。はい、じゃあこれもね、かけられたところで。映像作品の話にね移りますちょっとスクショしとこ、スクショタイムあ、無理だった、 OK、 あ、席は普通に嘘です一人でめっちゃ上手っちゃった。はいはい、じゃあ映像作品のね話に釣りたいと思います。はい、あ、まず映像作品がここにありますわ。こっちはねちょっと一回開封してまた閉じちゃったけど、スペシャル版です。こっちは、あれ、どっちが正面なんだろう、こっちかな、こっちか、でもこっちは、こっち裏です。はい、皆さん買ってくださいましたか。はい、これはねもう本当に私たちにとって思い入れの深い、まあ初めてのね有観客ライブということで、おすすめじゃない、思い入れが深いはい、ものになっていて、こっちが通常版で、こっちはねスペシャル版なんですけど、こっちがスペシャル版だよね。はい、まずこれトレカが入ってるんですよ。私はねちょっと訳あって2枚あるんです、ここに。
1個は家族にあげて1個は私が持ちます。なんですけど、まあね、とにかく盛りだくさんなんですよこれが。はい、まずまあライブのね本編はもちろん、まあ、何回も何回も見てください、見てもらいたいんですけど、はい、まずね中のあれこっちか、あれ、あ、これだ、これブックレット。ブックレットはね、そのまあかのちゃんとかいろいろ言ってたので、まあ私から言うことはね、なんですけど、かのちゃんがなんかこのどこのシーンかを予想してほしいみたいな言ってたじゃないですか。なんかまあ皆さん予想してほしいんですけど、実は私たちでもどこのシーンかがあんま分かってないところがあるんですよね。ちょっとまあいいやはい、まあそれはね皆さんチェックしてほしいです。そしてドキュメンタリーじゃなくてメイキング、メイキングは結構ライブはねしっかりとパフォーマンスをしてるんですけど、本当に素の私たちっていうか、本当にもう高校生って感じの私たちのね様子が映ってるし、そう、私が好きなとこどこかな、いやでも全部好きなんですけど、ちょっと編集の方が結構私たちのことをいじってるっぽい編集っていうんですかね、音楽の流し方とかがちょっとなんかいじってるっぽい感じでありがたいですねはい、いろいろねメイキングに対してコメントをしていただいてるんですけど、はい、あ、そうなんですよ、ツインテイになる前の巻き髪、ツインテイをする前に髪を巻いてもらった状態で会場入りしたので、その巻いてある状態が映ってるんですけど、ちょっと一人だけぐるぐる、あ、かのちゃんもか、すごいぐるぐるしてて恥ずかしいんですけど、ぜひ見てください。でコメンタリーを収録したんですよ初めて。でこのねコメンタリーを撮るときに本当に初めてだったので、なんか本当に台本とかもなくて自由に話していいですよって言われて、そんな自由に話すなんてできると思ったんですよ。なんですけど始まってみたら喋ることが溢れすぎて本当に大変でしたそうなんです。あとねコメンタリー、コメンタリーは正直すごい感動的なシーンなのに、この時実はこうだったっていうちょっと面白いエピソードとかがねあるので、はい、ぜひそれもね楽しんでほしいですね。はい、あとぜひ見てください。そうなんです、私膝めっちゃ鳴るっていう、確かコメンタリーでも話したのかな、そういうのも話してたんですけど、膝がめっちゃ鳴ってて恥ずかしいっていうシーンもあるので、コメンタリーの中にその詳しい話はぜひコメンタリーを見てくださいあ、言ったっけ前髪、ごめんなさい全然関係ない話で、この、はい、この時は前髪なくてもこういうツインテールだったんですけど、今前髪がねできて、はい、です膝鳴るとき痛くないの？痛くないですね。私本当にもう毎日一回鳴ってもずっとずっと鳴るんですよ。だから恥ずかしいんです。でも痛くはないです。なんか小さいとき私バレエやってたんですけど、そのバレエのときにゆっくりプリエをするときがあるんですよ。でプリエって言われてしゃがんだら一人だけバキ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 ってなって恥ずかしかった思い出があります。ありがとうございます。あとね内容でおすすめしたいことあるかな、ある、まあ、いっぱいあるんですけど、あ、そう、衣装が2種類あるんですよ。この衣装とこの衣装で、最初はこっちだけで出る予定だったんですけど、私たちがどうしてもこのカラフルな衣装じゃなくて、もうちょっとなんて言うんだろう、落ち着いた感じっていうかシックな感じかなっていうか、シックな感じで踊りたい曲があるってお願いして作っていただいたこの衣装なんです。
ね、なんか前までは結構そのなんていうんだろう、自分たちのこだわりとかもあのまあたまに出したり、まあ、出さなかったりしてたんですけど、もう私たちは自分たちのこだわりとかやりたいことを全部やろうって言って、最近は自分たちのやりたいことを、はい、しています。お、コメントを読みますね。あ、私だけパンツが変わってないんですけど、それは色がたまたま、私はこの時は水色っていうか青担当だったんですけど、こっちもまあ青みたいな感じで、このままでも平気だねってなったからこのままです。はい、そうです。ありがとうございます。結構ステージ側からお客さん見えてるのっていう質問なんですけど、見えてます。はい、目が悪くなければ後ろの方まで見えますね。ソヨちゃんはちょっと分かんないんですけど、まあコンタクトつけてるので多分見えてるんじゃないかなと思います。好きなシーン、映像で一番好きなシーンは、めっちゃあるんですけど、でもやっぱり一期一会ですね。一期一会感動的ですよね。本当に久しぶりっていうか、久しぶりじゃないわ、久しぶりじゃなくて、初めての有観客ライブだったので、なんかまずお客さんがいることが信じられなくて、本当に最初どこ見ていいか分かんなくて、このお客さんの隙間とか見ちゃう感じで、本当にごめんなさい。はい、緊張していたんですけど、はい、皆さんが見てくださって、でそのはい、結構私たちと同じ格好をしてくださってる方もいて、本当に嬉しかったです。すいません、ちょっと私のミスで止まってしまったんですけど、はい、はい、じゃあコメントをちょっと、もう943人も見てくださって、ありがとうございます。はい、じゃあね、昨日とか、昨日一昨日カノとソヨがね言ってたんですけど、ハッシュタグライブ1518、1518をねつけてツイッターにコメントを皆さんから書いていただいたんですけど、今もね投稿をお待ちしているんですけど、私もちょっとその書いてもらったコメントを紹介しようかなと思います。はい、どうしようかな、よいしょ、すいませんね。じゃあコメントを紹介します。待ってくださいね。はい、お名前ぐさぐさんさん、ぐさぐさんか、え、ぐさぐさんさんからのコメントです。はい、本日9月1日はグミちゃんのソロ配信、カンチョコとジャスト4のグミちゃんのソロのとこ、現場では鳥肌でした。欲しい、どんな気持ちで挑んでましたか、挑んでました。はい、ありがとうございます。鳥肌なんてありがとうございます。はい、実はこの歌、まあ、全体的にそうなんですけど、歌のところは本当に特に緊張しすぎて、もう正直覚えてないっていう感じなんですけど、一個、まあ、覚えてるのが、そのカンチョコ、あれ、ジャストフォーユーで踊ったんですけど、ジャストフォーユーで結構お客さんの近くに行った時に、本当にみんな聖母のような笑顔で私たちの歌を聴いてくださってたので、なんかちょっと安心して、はい、はい、頑張って歌いました。はい、ありがとうございます。歌もね、みんなで
何度も何度も練習して、ボイトレの先生にも見てくださ見ていただいて、はい、いっぱい練習したので、ぜひ映像作品たくさん見てください。でもね、ちょっと緊張してて練習と同じぐらいうまくはいってないので、まあ次のライブとかあれば、はい、もっとうまく歌いたいです。はい、あとどうしようかな。はい、まさなおさんからのコメントです。歌もダンスも、そしてみんなの表情も素晴らしいのはもちろんだけど、お話ししていきませんか。推しとしてはわちゃわちゃした中にも知性や表現の豊かさを感じるオーディオコメンタリーが本当にありがたい。あ、なんかめっちゃ独り言みたいなやつ読んじゃった。まあいいや。当面はドラマや受験にで忙しいと思うけれど、またワンマンライブやってほしいな。ありがとうございます。私たちもね、ワンマンライブもやりたいので、皆さん期待していてください。はい、あのそのオーディオコメンタリー、私も本当におすすめなんですよ。なんかあのこういうとここだわったっていうのは、あのもちろんパフォーマンスで伝わることもあるんですけど、伝わらないこともあるので、あのね、私たちのパフォーマンスの裏側をぜひ知ってください。本当にね、自分たちで言うのもなんですけど、あのさっきあのメイキングは見てたんですよ。メイキングもあの飽きない感じのちょっと面白みもあるやつになってるし、あとあのオーディオコメンタリーもね、本当に絶え間なくずっと裏話とかを本当にいろいろ話してるので、ぜひ知りたい方は見てください。はいはい、皆さんもね、もう今日はね 2個読んでちょっと、はい、終わりにしたいと思うんですけど、あの皆さんもハッシュタグライブ151えをつけて、あの投稿してくださったらね、あの明日ももちゃんも多分紹介すると思うので、ぜひ皆さん書いてください。お願いします。はい、じゃあコメントをね読みたいと思います。あ、じゃあね、はい、じゃあちょっとね、あの皆さんに情報というかお知らせなんですけど、私たちこの映像作品のリリースを記念してリリースイベントをタワーレコードさんですることになったんですけど、はい、あ、することになったので、ぜひ皆さん詳細はね、タワーレコードさんのホームページとかで見れるので、ぜひ、はい、見てぜひ来てください。はい、で、タワーレコードさんで、タワーレコードさんでこの映像作品を買っていただくと、ちょっと待ってくださいね、タワーレコードさんでこの映像作品を買っていただくと、私たちの、直筆のメッセージの、ごめんなさい、直筆のメッセージが、書かれてある、レシートをもらえるので、はい、直筆じゃなくて直筆のね、レシートがねもらえるので、ぜひ皆さんもらえるので、ぜひ、はい、あとオンラインとタワーミニ森の宮キューズモール店はちょっともらえないらしいんですけど、他のところではもらえるので、ぜひ、はい、見てくださいな。あ、はい、買ってみてください。それがね、9月11日までで、あと私たち昨日新宿店さんとあと渋谷店さんに行ったんですけど、グッズがね、新宿店じゃない、渋谷店さんの方には売ってあって、そのグッズをご購入いただくと、またその映像作品を買った時とは違う、グッズを買った時の直筆のレシートをもらえて、それは私が書いたので、ぜひ皆さん渋谷店でグッズをご購入してみてください。そっちもね、どっちも9月の11日までなので、早めにお願いします。はい、そうリリーベね、もう本当に久しぶりで、そうどこかは浴衣なんですけど、私たちもちょっと分かんないんですけど、はい、ぜひ、そう私ちょっとコロちゃんになっちゃって浴衣出れなかったので、
浴衣で皆さんにお会いするの楽しみです。リリーベ浴衣で会うのね。マジでやギャルピちょっと近くて出てもうすぐグミちゃんをして10年になります。10年、すごい、ありがとうございます。10年、私が7歳、7歳って何してましたか私。え、10年、すごい、え、ありがとうございます。あ、グッズのレシートはあの11日までじゃなかったです。9月じゃなくて10月の2日までだったらしいです。なのでグッズはまあ、あの9月中は大丈夫だということで、ぜひ渋谷に行く方は行ってみてください。サンリオ、サンリオの時ですか、すごい、え、あ、そ、あの場にいたんですか、え、サン、え、サンリオ、すごい、その時から押してくださってるんですか、すごい、ありがとうございます。うん、レシート、レシートは、映像作品の方は、映像作品の方はももちゃんで、グッズの方は私が書きました。はい、とみちゃんはなんで芸能界入ったんですか。サンリオのオーディションを受けまして、はい、そこで、アミューズさんにあのスカウトしてもらいました。ありがとうございます。あとはもう、あとお知らせ系は、あとあのそのレシートもあるんですけど、チェキもあの、全あのですね、チェキもね、いろんな店舗にありますので、直筆のチェキがありますので、ぜひ見に行ってください。はい、かな、あとリリースイベント、これ多分皆さん知らない方多いと思うんですけど、リリースイベントに当選された方は来場特典のポスターを当日会場でもらえるらしいので、ぜひ楽しみにしていてください。ポスターです。はい、ぜひ。じゃあね、お知らせ系はもう終わったので、あとはもうコメントを読もうかな。はい、じゃあコメントをね、何でも、何の質問でも、映像作品のことでもいいし、はい、映像作品のことでもいいし、あとは私に気になる、私に聞きたいこととかでも何でも聞いてください。はい、あ、そう、あともう一個、これも また皆さん知らないことだと思うんですけど、なんとリリースイベント、楽曲も披露し、1曲ぐらい披露しようと思ってるので、楽しみにしていてください。うん、はい、じゃあ皆さんコメントとかお願いします。そう、ドラマはもう絶賛撮影中で、今日はね撮影はしてないんですけど、はい、もう毎日撮影していて大変ではあるんですけど、楽しく撮影していて、はい、結構まあ朝早くて夜遅いことが多いので、みんな疲れてて、撮影が休みの時間とかはもう楽屋でみんな寝てて面白いです。本当にみんな寝てて、はい、演技はね楽しいです。なんか私のダメ出しとか、ダメ出しっていうかアドバイスとかだけじゃなくて、他の人にしてる、監督さんがしていただいてる、はい、アドバイスとかも聞いてて、すごく参考になることも多いです。はい、あ、ちょっと早くて読めない。今までのワンファイブの楽曲の中で一番好きなのは、なんだろうな、全部好きなんですけど、あの歌系はね好きですね、2曲、カンチョコとジャストフォーユー、あとはしずくも好きですし、あとはいちごいちえも好きだし、はい、
あもう全部好きです。あとはコメントあるかな。かのちゃんへの誕生日プレゼントは何を贈りましたか。あの結構私もかのちゃんへの誕生日プレゼント8月のもう最初の方にあげたんですけど、あのコスメをあげました。私が使っててかのちゃんに貸したらいいって言ってたコスメだったんであげました。同じの。18歳になったら何やりたい。そうなんです、私もうちょっとで誕生日なんですよ。何が、あの選挙に選挙に行こうかなと思います。いろいろ調べて選挙のこととか、あとはまあ受験が終わったらはい、遊びたいな、あの夢の国とか行ったり、ちゃんと何もかも忘れて遊びたいですね。免許、私免許取りたいんですけど、あの小さい頃から本当にそういう運転する系とか、あのマリオカートとかはまあちょっとあの、まあ、好きでやってたんですけど、あの本当にそういう系ができなくて全然なので、ちょっと不安ですが取りたいなと思います。身長伸びた？あの私身長をあのそんないいことではないと思うんですけど、そのコロちゃんにねかかってた時によく寝させていただいたので、あの1センチぐらいその期間であの 重力を浴びてなかった分1センチぐらい伸びたんですよ身長が。で161センチになってたんですけど、あの無事に160センチに戻りました。重力で1センチ伸びて2センチ縮みました。あ、もうちょっとで終わりらしいので、あのスクショタイムします。はい、どうしようかな。これカノもそれもやってた。あ、もう同じのが出てた。あ、なんでやねん、もうかけよう。あとは、どうしようかな、ポーズがもうない。ラララッキーいけるかな。角ってこれ。ポーズあとは何ですか。撮ってほしい、セクシー系。あ、そう、ゆうかちゃんのじゃん、元気系で。ワンファイブポーズちょっといつも分かんなくなっちゃうんですよ、どっちが1とか。あれ、まあちょっと、はい、え、どっちだっけ、これ多分1と1だ、これは1と1で、まあ両方やってきますね、どっちか分かんないよ。ブリッコ、はい、なんか前髪作ってからちょっと甘めになりましたよね。はい、あとじゃああと 2,3 分ぐらいで終わりになると思うので、皆さんコメントお願いします。もう1000人ぐらいの方が見てくださってありがとうございます。ぜひね、あの今日はこの映像作品についていろいろ話せたので、はい、皆さんたくさん見てください。あとリリーベも楽しみにしていてください。これはお楽しみで当たってから、はい、頑張ります。今日明日からも頑張っていきます。あと、ありがとうございます。あ、コメントが早くて、あ、ウインクいいですよ。ウインク結構最近もまた練習してるんです。あ、できない、できない。こんなんだった、私結構自信満々でしてたけどできない。こんなんだったんだ。あ、こっちの方ができない、最悪、もう無理だ、いた。最悪、できない。
もっとできてるのかと思ってた。あ、皆さん勉強やしてる方は頑張ってください。できた。真顔。はい。あ、じゃあもうそろそろ終わりかな。終わりかな。はい、じゃあそろそろ終わりです。はい、じゃあね、4日連続のソロ生配信は最後鳥ももちゃんが、明日は TikTok でやるので、ぜひそちらも見てください。うーん、私も頑張るので、皆さんも頑張って朝起きて頑張って過ごしてください。うん、ありがとうございました。バイバーイ。はい、あれ、どうやって切るんだ。ありがとうございました。あれ、ん、ちょっと待ってくださいね。ここ押せばいいのかな。はい、ありがとうございました。